皆さんこんにちは、登山の YouTuber りょうじです。今回はね、ギアのレビューをしていきたいんですけれども、私が一番大好きなギアといえばザックです。ザックのレビューをしていきたいんですけれども、今回ね、ご紹介するのは新しく2024年度新調しまして欲しかったんですけど、パーゴワークスのバディ22というモデルをご紹介していきたいなと思っております。ザック大好きなんで、ワクワクしながら喋りたいかなと思っております。このね、パーゴワークスのバディ22なんですけれども、使ってる方は多分ね、大変多いと思います。今回のレビューにつきましては、購入したモデルがバディの22の SP モデルっていう2024年の、特別仕様モデル、まあエコパックっていう素材を使ってるモデルなんですけれども、まあ作りに関しては基本的に一緒なので、バディ22であったりとかね、そのバディシリーズを購入したい方の参考になればなっていうところと、 SP シリーズを購入したいなって思ってる方、参考になればなと思っております。早速ね、どんな仕様になっているのかっていうところから話をしていけたらなと思っております。通常版と SP 版含めて、どんな重量とか容量価格になってるかっていうところなんですけれども、こちらの図を見ていただきたいんですけれども、SP 版に関しましては 720g、 容量が 22L、あとはね、 16L、 33L のモデルもあったりします。で、価格が 26,400円っていう形で、通常版につきましては 860g、 容量は 22L、 価格が 19,800円っていう形で、重量が少し、まあ 60g 重くなって、SP 版に関しましてはだいたい6000円ぐらい高くなっているっていう感じになってます。はい、っていう感じでね、容量が16、22、33あるっていう話をしたんですけれども、まあ感覚的には日帰りのモデルが16リッターっていう形で、今回は22リッターに関しましては一応日帰り小屋泊も使えるかなっていうモデルになっていて、33に関しましては、まあ小屋泊、テント泊っていうところもやられる方は多いんじゃないかなと思っております。なんで容量を選ぶ際は、まあこんな感じでね、考えていただければと思っております。さっきね、エコパックっていうところ通常モデルの素材の違いのお話なんですけれども、この SP 版についても通常版につきましても完全防水は謳っていないんですよね。やっぱりこの縫製の部分であったり、そういったところから入ってくるかなとは思っております。レインカバーついてるのっていうところなんですけど、レインカバーはついておりません。とは言っても両方とも一応水に強い素材を使っているっていうところだけは覚えていただければなと思っております。もうじゃあ一言で言ったら、まあ何なんですかっていう話なんですけれども、まあパーゴワークスさんって基本ランとハイクっていう、まあ二つのね、コンセプトモデルがありまして、こちらに関しましてはハイクっていうモデルになってます。ランっていうモデルにつきましては、まあラッシュシリーズっていう、まあ走る、まあ目的のザックとかあるんですけれども、結構ね、細部までトレランっぽさっていうところも含まれているんですよ、こちら。なんで、まあ普通の日帰りザックなんですけれども、ちょっとトレランの要素が入った使いやすい万能ザックかなって、一言かこれって、はい、感じだと思います。じゃあね、作り形の方から見ていきたいと思います。それではね、形を見ていきたいんですけれども、こちらのね、バディ、シリーズにつきましては、ね、逆台形チックな形をとっております。で、これが何かっていうと、重心を高めに設定して体の負荷を減らすデザインになっているらしいですね。まあ、実際に背負ってみるとね、ピタっていう形で体に密着する感じは確かにあります。はい。で、次に見ていただきたいのはこのショルダーハーネスっていう部分なんですけど、やっぱね、トレランイズムがある、なんていうか、ペットボトルが入ったり、まあこういう羊羹が入ったり、あとはまあ、携帯が入ったりっていうところで、行動しててもこう補給ができるっていうデザイン感になっております。なんでザックにいちいちアクセスしなくても、ここだけである程度できるって。昔はそんな多くなかったんですけど、多分パーゴワークスさんが結構この前のデザインですね、これがラッシュっていう、ザック、私愛用のトレランザックなんですけど、こちらに関しましてもこのショルダーのところは これだったら6個ありますね。3個3個あったりするっていうところで、トレランリズムがこれも入っていると。やっぱこれすごい使い勝手がいいんで、めちゃくちゃいいと思います。メインアクセスがどうなってるか見ていきたいんですけれども、メインがね、こう、後ろ、まあ見ていただいて、こう、上から見ると、まあ、ここにトップって言われるところがあって、ここですね。ここにまあ、ガーって、こう、繋がっているものがあります。7の字になっているタイプになってます。で、実際にこう、見ていくと、ここがメインなんですけど、
ここがこうなって、つながっている形になっています。そうするとどうなるかっていうと、こうバカって開くことができるんですよね。今ちょっと形を見せるためにも物を入れているんですけど、中自体はこういう、まあ、視認性が高い、まあ、黄色なのかグリーンなのかわからない色なんですけれども、すごくシンプルなデザインになっています。気になるのがここですよね。この横の部分が、紐があってね、パカってすぐ開かないんですけど、一応ここはね、こういう、なんですかね、フックがついてて、このフックを外すことによって、一応こんな感じで開放が、これなかなかこんだけ開放することができるザックっていうのは、まあなかなかないと思います。これができることによってどんなメリットがあるかっていうと、まあ、ザックの下の部分まで目に見えて、何が入ってるか何を取り出すかっていうのが分かりやすくなるっていうのが、まあメリットにはなってます。一個デメリットを言っちゃうと、こう7の字になってるじゃないですか。7の字になってると思うんですけど、さっきね、このフックを外すって言った話なんですけど、このフックを外すのやっぱ面倒なんですよね。なんで、もしかしたらこっちの片方に関しては外しちゃってもいいかもしれないですね。そしたらもう7って簡単に開くことができます。じゃあこの紐って必要なの不必要なのって話なんですけど、例えばこのポールとかをやるときにやっぱ上の部分まで突っかかってくるので、やっぱ紐があると便利なこともあったりしますので、片方だけザックをパカッと開けるためにも外しちゃって、片方はポールであったりとか三脚であったりとか、そういったようなもののためにつけとくとか、好みかなっていうところがあるんですけど、これをバッて開くんだったら、もう外しといた方が楽かなって個人的には思います。で、中に関しましては、ポケットがまあ2個ですね。こういう、まあ、多分ノートパソコンを入れるぐらいのサイズ感がある、ポッケと、多分ね、貴重品とかを入れる、このファスナー付きのものがあります。まあ、これは絶対マストで欲しいですよね。財布であったりとか、車の鍵とか入れる方もいらっしゃると思いますので、すごくシンプルな、内容になっているんですけど、一応ノートパソコンであったりとか、ハイドレーションとかですかね、入れるものと、まあ、こういうファスナー付きの小物入れがあるっていうようなデザイン感になってます。はい。それではね、次に見ていきたいのが、外回りのポッケがどうなっているかっていうところなんですけど、今実際にパッキング、まあ、想定するものを入れてみました。まあ、こんな感じで、サイドはかなり大型になっていて、これ折りたたみのポールを今入れてるんですけど、それでもまだ余裕があるんで、ペットボトルとか余裕でまだ入るかなと思っております。で、逆の方もね、まあ、同じように、両方ありますね。今これ、例えば折りたたみ傘ってなったりとか、ペットボトル、はい、これ入れてもまだまだ入るかなっていうところで、かなりここが伸びるデザイン感になっているので入ってきます。通常を行くとトップポケットって言われるところがあるんですよね。で、ここも広いです。こういう感じでパッと開くことができます。まあ見ていただいて、はい、ここに例えば何ですかね、カメラレンズぐらい入ったりとか、レインウェアであったりとか、そういったものを入るぐらい結構大型にこう開くと。結構深いですね。こんな感じで。ここがね、多分雨とかが降ってくるときに中が濡れないようにっていうところで、止水ファスナーで、できていますね。はい。で、このまま裏に行くとどういう作りになっているかっていうと、またまたね、ここに大型のね、背面ポッケがあります。これはね、深いんですけど、ちょっとね、最初にデメリット言っちゃうと、このフック、かっこいいフックがあるんです。これね、いろんな目的があって、まあ、例えば、なんですかね、一回ちょっと外してみるんですけど、これデメリットがめちゃくちゃ外しづらいですね。ちょっと慣れが必要だと思うんですけど、このフックに返しがあるんで、なかなかね、つけるのが簡単なんですけど、外すのが難しいです。で、ここに要は行動中とかのウェアとかをガバッて入れることができます。あとは、これをインプレッションするっていう目的。要は、じゃあ16リッターぐらいの時、この上までなっていいよねっていう時に、これを例えば上のところにつけたりすると、このまま圧縮されるんですね。こんな感じで。はい。圧縮されてるのわかりますか？要は、ザックの容量を変化させるためのフックであるという形です。あとね、まあ、これはなかなか普通はないんですけど、ここが要は背中がつく側にはなってくるんですけど、バックパネルって言われる、なんて言うんですかね。外すことができます。こんな感じですね。で、これが外せるメリットって何なんですかっていうときに、例えば、まあ、あんまり言ってもないですけど、座布団代わりにして座るとか、こんな感じでね。はい。あと、結構ね、これね、体に密着するデザイン感になってるんですよね。で、そうすると、ここの、
バックパネルにめちゃくちゃ汗がたまるんで、これを早く乾きやすくするために外して乾燥させるとか、あとは家に帰った時にやっぱ汗がついて匂ったりとかするので、ここは簡単にケアができるように外せるとか、多分そういったような目的があるかなと思っています。まあ、これをじゃあ行動中に実際外して座るとかってやってる人もいると思うんですけど、私はそうはあんまり使ってないかなっていうところで、腰ベルトも一応まあ存在はします。この細いやつが一応腰ベルトにはなっております。正直これね、肩で背負うタイプのザックになっているんで、これは多分ね、バランス目的とかかな、下山の時にバランスとかを保つ目的とかになるんで、使うか使わないかは個人の、まあ、自由かなっていうところかなと思います。っていう感じで、だいたいざっくり見てきたんですけど、結構面白いポイントまだまだあるんですよね。で、このまま話しちゃうと、この表の部分のこの、ショルダーのところに隠されたね、この見えるこれですね、リーカーみたいな丸いやつが2箇所、あとここですね、ここにもこうなんかかけれるやつなんですよ。はい、っていう感じでいかがでしたかね。結構いろいろ細かいポイント多かったんじゃないかなと思います。でもやっぱりトレランチックな感じ伝わりますかね。で、やっぱりこの形、体に密着するデザイン、そしてやっぱりこの最初のね、ショルダーのところで行動しながら何かすることができるっていう点であったりとか、使い勝手の良さ、まあ、ハイクっていうモデルのところで、やっぱりこのポッケの多さっていうところはいいんですけど、中に関してはシンプルに物をガッて入れることができる、パッキングすることができるっていうのがいいかなと思います。まあ結構面白いことだらけですね。7の字に開くとかね、いいんじゃないですか。はい、じゃあここから私目線でぶっちゃけこれってどういう使い方ができるのかっていう話をねしていけたらなと思います。ここからなんですけれども、私目線でめちゃくちゃいいなって思った点についてガンガン話をしていこうかなと思います。試験多めっていうところだけお許しください。お話ししたんですけど、ここに穴が4つありますっていう話しましたよね。例えばね、温度計をつけるとか、ホイッスルをつけるとか、この熊よけの鈴付けどこをつけるか迷ったりする方いらっしゃるかと思うんですけど、こういうのをつけたりすることもできます。あとは例えば携帯をストラップとつけて落下をさせないようにするとか、そういうのも結構いいんじゃないかなと思ってます。まあ穴があるだけでいろんな使い方ができるっていうところは面白いです。いいですね、こういうザック持ってなかったですね。で、次のポイントが、このザックって1個前の動画かな、でスイッチっていう、まあ、こちらなんですけど、このサコッシュと併用することによってめっちゃ使い勝手が増すっていう話で、簡単に言うとカラビナがついていて、ここにフックが、まあ、あるって話があってます。こんな感じでサコッシュとザックが一体型にすることができるっていうのが一応特徴になってます。これね、 YouTuber 特化型ザックって言ったらちょっと語弊ありますね、まあ、撮影をする人にはめちゃくちゃいいかなと思っていて、山に行くとこうカメラを持って行かれると思うんですよね。で、撮影する時もこの肩につけてらっしゃる方とか、タスキ掛けにしてこうやって持ってってる方いらっしゃると思うんですけど、ちょっとタスキ掛け派なんですよね。とは言っても撮影しない時にザックの中にしまったりするのって面倒じゃないですか。なんでカメラバッグって言ったらちょっと語弊があると思うんですけど、ここにポーンって入れると、要は撮影しない時はもう完全にしまっちゃった方が登山してると邪魔にならないよねっていうところでこういう感じで入れちゃう。あと、まあ YouTuber 特化型って話言ったんですけど、まあ、撮影好きだった人だったらこういう風な DJI 手持ちカメラ、ジンバル、こんな感じでジンバルになってるんですけど、こういったようなものもショルダーハーネスのところにぶち込めるっていうところはやっぱりいいかなと思っています。まあ、動画を撮影する人とかだったら、このまあスイッチとまあこのショルダーハーネスっていうところで、撮影器具は多分表で全部多分どうにかなるんじゃないですかね。 GoPro とかもここにつけちゃってもいいかもしれないですし、こう撮影しやすいですね。三脚をここの横に入れちゃうとかもいいですし、あとはですね、実際私はレンズとかっていうのをどこに入れるかっていうと、すぐにやっぱアクセス、要はレンズ交換って早くできた方がいいじゃないですか。ここには、例えばこの中に替えレンズとか入れるところとかとかもいいんですけど、トップの一番上、ここが多分まあ洋服と一緒に入れておけば、まあ保護もされるし、簡単にサッと取れるんで、
メラ、手持ちのこういうカメラを含めて、収納っていうところがしやすいし使いやすい設計になっているっていうのが特徴かなと思います。まあ私これで使いますね。で次なんですけど、私結構トレランザックとか、まあ、スピードハイクが多いんで、この腰周りに腰ベルトがないっていう、まあ、腰ベルトあるっちゃあるんですけど、まあ、使わないで肩で背負うタイプだからこそ、この足の動きやすさ、開閉であったりとか腰の負荷がないっていうところがやっぱりいいですね。でやっぱり重い荷物を、まあ、持つテント泊とか小屋泊の時はと腰で持って、肩だけじゃなくて腰で持って、分散させて重い荷物を持って肩への負担が少なくして腰で持つっていうのが基本、そっちの方が楽なんですけど、日帰りの登山とかアフタヌーンメインでこのバディを考えてますので、まあ、正直動きやすさの方がやっぱ優先度合いが高いので、腰がないっていうのは相当楽です。はい、なんで腰ベルトがないモデルを使ったことがない方は一回使ってみたら、この動きやすさっていうところは多分わかると思います。はい、っていう感じでね、私目線っていうところで言うと、まあ YouTuber 特化型って言ったらちょっと語弊があるね。カメラの撮影をする人であったりとか、こういう手持ちのなんていうんですかね、カメラを使ってる方だったら、もういろんな収納ができるっていうところですごく便利かなっていうところで、私はもう本当に、ゆっくり撮影する時用のザックとしてこの設定、まあ、登りたいかなって思っております。あとはね、ここのフックの部分、まあ、いろんな使い方ができるんで、長く使って楽しそうですね。結構バニーに使いやすいザックかなっていうイメージですね。本当にシンプルなんですけど、ポッケの数であったりとかも、かゆいところに手が届いてる感がありますね。本当このスイッチと一緒に、使っていただければカメラバッグ、まあ、カメラを好きな人だったらドハマりするんだろうな。だから人気なんだろうなって感じました。でもね、デメリット。ここはしっかり私は話していきたいかなと思っております。パーワークスね、体にこの密着しているの分かりますかね？ちょっと今。これがね、酷暑だとめちゃくちゃ汗かきます。なんで、超注意なんですけど、汗っかきの人とか、暑すぎる時の低山とか夏ですね。多分ね、めちゃくちゃ汗っかきの人は蒸れるから、あんまり向かないかもしれないですね。なんで涼しい、まあ、高山であったりとか、そういったところの夏であれば全然問題ないかなと思うんですけど、ちょっと汗のところが心配な方はやめといた方がいいかもしれないっていうところが1点目です。で、2点目なんですけど、っていうところの使い方の慣れが必要かなっていうところと、まあ、7の字に開くと大型に開くってお話はしたんですけれども、やっぱこう、7に開けるんだったらこっちのところは外しておいた方がいいかなっていうところで、まあ、ぶっちゃけ下まで見る機会ってそんなないんですよね。私は個人的に、ね。保管具であったりとか、あまり使わないものは多分下に入れると思うんで、まあ別にあってもなくてもいいかな。まああったら便利かなっていうところかなっていうぐらいですね。なので、まあそれ以外の方は本当に使いやすいザックかなっていう、まあ印象を持ちますね。はい。なんで通気性がより高いモデル、要はフレームがあるタイプがいい人だったら、多分そっちの方をおすすめする。この汗ぐらいですね、心配は。もう一個ね、これ肩荷重になるんですよね。要は肩で基本持つ、要は腰で分散させないっていう作りになってますので、ちょっと重い荷物を持つのが辛い方であったり、少しでも、まあ、ザック自体の重さの負担を減らしたい方っていうのは、やっぱちゃんとした腰ベルトがあるモデルを選んだ方が良いかなと思います。あくまでもこの動きやすさ、スピードですね。そういったところではすごく便利なんですけれども、まあ、負担の部分で言うとやっぱ肩にずっしりきちゃうかなっていうのは、正直あったりします。っていう感じいかがでしたか？これがね、バディ22になります。まあ、今回 SP モデルしか持ってないので SP で話したんですけど、まあ基本の作りは一緒なんで、やっぱ持ってる方も多いです。多分これから買いたいなと思ってる方も多いので、ちょっとレビューしてみました。いろんなザック私持ってるんですけど、やっぱ10個、11個あるんですけど、1個1個やっぱ用途は違うんですよ。やっぱそれほど面白いギアにはなってくるかなと思いますので、ぜひね、自分に合ったザックっていうところを探しに行ってみてはいかがですかね。っていう感じで今回の動画を締めたいかなと思います。バディ22編こちらで以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録などにコメントください。じゃあね。